い、こちらインタビューブースです。先ほど終了しました女子 1500m において見事優勝しました三方高校の野原千里さんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど終了したばかりなんですけど、今日の、競技を終えてみてどうでしたか？目標だった優勝はできてよかったんですけど、自己新まであと 0.2 秒だったので、総体にもっと上げていけるように頑張っていきたいです。はい、総体もあり、その後は北信越、インターハイ、国体と控えてますが、どういった取り組みをしていきたいですか？まず体を絞ってウェイトコントロールをして万全の状態で走る準備をしていきたいです。はい、応援してます。頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございました。